ジョーコボン事件は1938年の7月29日から8月11日にかけて満州国先南端のコンハル市にあるジョーコミネで発生したソビエト連邦との国境紛争である。実質的には日本軍とソ連軍の戦闘であった。ソ連側はこれをハサンコ事件と呼んだ。20世紀前半の大部分の期間、ソビエト連邦と満州国を呼び、 大日本帝国の間には現在の中国東北部で接する国境をめぐって高い緊張状態があった。中国東北部には満州と極東ロシアを結ぶ東西鉄道という鉄道があり、そこから南に伸びる視線が南満州鉄道である。南満州鉄道は日露戦争、そしてそれに続く日中戦争へとつながっていくいくつかの事件、そして 日ソ国境紛争の原因の一つであり、またその舞台にもなった鉄道である。1929年の中ソ紛争、1931年の日中間の満州事変などがあった。蝶古本事件は、このような歴史的経緯から互いに不信感を抱く日本とソ連という二つの強国が戦った戦闘である。蝶古本地図ョーコミネは、 満州国領が大日本帝国朝鮮とソ連領の間に食い込んだ部分にある標高150メートルの丘陵であり、西方にはトマン港が南流している。当時、この付近の国境線について、ソ連側と満州国、日本側の間に認識の相違があった。ソ連側は、ロシア帝国と清の間で結ばれた北京条約に基づき、国境線は、 超古日頂上を通過していると考えていた一方日本側は古一帯は、満州領であるとの見解を持っており、ソ連側は、国境線を曲解しており、国境線の標識は改ざんされたものだと考えていた。いずれにしても、この方面の防衛を担当していた朝鮮軍第19、師団は、国境不確定地帯として、チ古ーコボ頂上に兵力を配置していなかった。 国境の曖昧だった地帯は長年スパイ戦に使われていた。偽装して進撃するソ連軍戦車対ソ連軍戦車に肉薄攻撃する河村城等兵攻撃派されたソ連軍、戦車ソ連軍機による超古本爆撃朝鮮上空で撃墜されたソ連軍機1938年7月、超古本頂上にソ連兵が進軍し、兵力は次第に増強された。ソ連軍が この時期に大構成に出た背景について、はっきりした結論は得られていないが、現在、有力な説として、事件の1ヶ月前、原リフリュシコフが満州国に亡命したことの副産物だったのではないか、と言われている。ソ連の内務人民委員部所管下の国境警備隊が名誉挽回を目指した、というのである。1938年7月6日、 ポシェト地域のソ連軍司令官からハバルフスクのソ連軍司令部に送られた伝文を日本の関東軍が傍受して解読した。その伝文は朝鮮の港湾と知らず、そして朝鮮と満州を結ぶ戦略的に重要な鉄道を見渡せる高地を占領することはソビエトにとって有利であろうということを理由としてまだ誰も占領していないハサン湖の西側の高地。 特に係争中の超小峰の高地を、ソ連兵が確保することを助言していた。7月12日、ソビエト国境警備隊の小部隊が、破産湖の西側高地の領域に入り、山に包囲化、観測号、鉄条網、通信施設などを建設するなど、築城を始めた。13日、これを監視中の松島号長を不法に殺害した。その地域の防衛を割り当てられていた。 日本の朝鮮軍は当初はソビエト軍の前進を無視していた。しかし、管轄地域が超小峰で重なっている関東軍はソビエト軍の基礎に疑惑があるとしてもっと対応するよう朝鮮軍を後押しした。これを受けて朝鮮軍はこの件を東京に知らせソ連に対して正式に抗議するよう助言した。日本政府は7月15日。 モスクワ駐在の日本の西大理大使を通じて、破産個政法の砂総峰と相対した。この時の日本側の指揮官の一人が、不評第75連隊長の佐藤幸則大佐であった。佐藤の部隊は野州で丘にいるソビエト部隊を撃退した。ここで実施された野州戦法は、日本軍が敵陣地を襲う際のモデルケースとなったものである。また、 長古本事件の間に日本側は軽戦車と中戦車を組織して前線を攻撃したが即座にソビエト軍の戦車と砲兵の反撃を受けたという報告もある。1933年には日本は臨時走行列車を設計、製造していた。これが満州の第二走行列車隊に配備されており長古本事件にも参加して戦場に数千の兵を輸送した。 8月1日からは、ソビエト軍航空隊も出動し、日本側の第一線に爆撃を行い、さらに編隊を組んで、朝鮮の高田し、吉岡、古式山、古城などを爆撃した。これに対して、日本側は、ソ連軍の猛攻に損害を受けつつも奮戦し、なんとか国境線を確保した。結果的には、ソ連軍も大きな損害を被ることとなった。8月2日、 ソビエト側の極東前線司令官、バシーリー・ブリュヘルが前線に到着した。彼の指揮の下で、増援部隊が紛争地域に送り込まれ、8月6日になって、ソ連軍内部隊は、チョコボン頂上付近に総攻撃を開始した。その北方の砂層峰でもソ連軍が攻勢を仕掛け、両高地をめぐって激しい争奪戦が展開された。 一連の戦闘で日本軍は高地を維持しているも大きな打撃を受け停戦交渉を求めた。8月10日、日本の中祖講師、茂光葵が停戦を申し入れ、マクシム・リトビノフの会談によって8月11日になってモスクワで停戦が合意され、交戦状態は8月11日に終了した。その結果、第19次第が 両高地長上を死守していた状態での停戦が決まった。超古ミネを守備する日本軍将兵停戦合意における協定は次の通りである。現地では11日午後8時ごろ、日本軍代表、不評第74連隊長長友大佐がソ連極東軍参謀長、シュテルン大将と長古本方面のソ連軍人地内において会見し、停戦が実現した。 翌12日の午後9時30分、文書を持って、次のような現地協定覚え書きを交換した。現地調査の結果、ソ連軍は、日本軍が、超古本頂上を確保していることを確認し、協定通り双方部隊の交代を完了した。これをもって、戦闘状態は収束した。捕虜となったソビエト兵と、日本憲兵この激しい紛争で日本側は、戦士526名、 負傷者914名の損害を出した。この事件は第一次世界大戦の激戦をほとんど経験しなかった日本にとって日露戦争後では初めての欧米列強との本格的な戦闘であった。日本軍は日露戦争とシベリア出兵の経験からロシアの軍隊を過小評価していたがノモンハン事件と共に高度に機械化された赤軍の実力を痛感する結果となった。 しかし、当時シナ事変の真っ只中であった日本陸軍に、とっては中国国民党軍が主敵であったため、あまり積極的に機械化を進めようとしなかった。そのため、後のノモンハン事件、太平洋戦争において、機械化が進んだ欧米列強に苦戦を強いられることとなった。ブルヘルは、国境紛争の拡大に反対の立場を取り、当初、自国国境警備隊による、 国境審判の事実を確かめ、責任者の処罰を要求していた。そのため、戦闘が本格化しても、ソ連側の兵力集中ははかどらず、スターリンの怒りを買って粛清された。なお、この戦闘に加わった、不評第75連隊の連隊長は、インパール作戦での公明で知られる、佐藤幸則大佐であった。他にも、不評第74連隊の連隊長は、 沖縄戦での第32軍参謀長で知られる長流大佐であり、山方兵第25連隊の連隊長は、東京裁判での検事側の承認で知られる田中隆吉大佐であった。従来機密指定されていたソ連軍の文書が公開されたことで、従来のソ連側の損害が過小に報告されていたことが明らかになっている。ソ連側の規模は、 将校が1636人、歌士官が3442人、兵士が17872人で合計22950人だった。日本側の損害は、戦死、行方不明が約500人、戦傷、戦病が約900人だった。ソ連側の損害は、戦死、行方不明が792人、戦傷、 戦病が3279人だった。このことをソ連軍は将校の死者数が全体の18%と特筆して多いと指摘されている。ありがとうございます。